意識朦朧としてて明け方とか、うん、なんか思った以上のものができるとここで一人でムキってこう笑っちゃう。自分で作ってるっていう感覚じゃないから、そのいかに綺麗な状態で自分がいるかっていうか、そのこれやったら儲かるなだとか当然まあ考えないといけないとは思うんだけど、やっぱ純粋にこう美しいものをなんか表現したいとか、まあ、いいなって思えるこの自分の純粋な気持ちイコール僕の作品だと思っているので、自分自身がそういう状態にいつもいられるかっていうのが結構生命線だと思うんですよね。だからまあいろんなことが毎日あってもやっぱりその制作の作業だったり、まあ、いざその何か表現するときには自分